こんにちは、シルキースタイルの島津です。シルキースタイルの山田です。この動画では弊社代表で下着コンシェルジュでもある山田の著書に書ききれなかったことをお聞きしていきます。今回は自分の好きに正直になれるについてお伺いいたします。前回感性を刺激するものだというふうに伺いましたけど、はい、下着は好きに正直になれるものでもあるんですか？そうですね、例えば自分はこんな、なんでしょうね、こんなデザインが好きとか、うん、こんな人が好きとか、こんな場所が好きとか、なんかいろいろあるじゃないですか、はい、でそんな自分の好きをやはり誰にもこう邪魔されずに、うるさく言われずに体験できるのが下着だったりするんですよね、うん、確かに表柄をつけようがレースの可愛いものをつけようが自由ですもんね、うん、自由じゃないですか、うん、で例えば今何か人間関係でうまくいってないなとか、家でうまくいってないなとか、いろいろこう自分が落ち込む時とかもあるじゃないですか、うん、その時に環境を変えるって、はい、なかなかね、確かにはできないですけども、そういった時にこう自分のこう背中をちょっと押してくれたりとか、スイッチをこう押してもらえるものとして簡単にできるのが先だったりするんですね。なるほど、切り替えのポイントにもなるんですね。なのでそういった意味では自分の好きって何だろうっていうのを追求して、それを下着によって、ちょっとこう自分の好きを体験するっていうのはすごく大事なことかなと思いますね、うん、なるほど。山田さんの好きなデザインとかあるんですか？下着のデザイン。もうね、私も本当に好きなものが多くて、はい、まあ、八方美人とかこう好きなもの散乱してるとですけどもでも下着によって、なんていうんですか、自分のこう好きな幅が広がったなと思うんですよね。で自分の好きなものが広いって私はすごくいいことだなと思って、うん、そうするといろんな人ともうまく付き合えるし、うん、いろんなこうシチュエーションがあったとしても受け入れられる自分になるのは意外とこう下着のおかげかなと思ってて、自分の幅を下着で広くする、うん、でまあ、こんな色の下着も透けてみるし、こんなデザインの下着も透けてみると、いろいろ対応できるわけですよね。確かに。あと例えば普通に着てるこうインナーとかもそうですけども、はい、インナーも私自分が妊娠をしてすごくこう肌が弱くなった時期だったんですよ。あ、そうなんですね。そこでシルクに目覚めて、はい、あ、シルクってなんか自分をこんなに優しい気持ちにさせてくれるんだって、その時に初めて気づいて、うん、でそこでこう自分のまた好きっていうのが新たに変わったりとか、いろいろ自分のこう好きなバリエーションをいろんな作業をつけることで言わせてほしいなと思います、うん、はい、島津さんの好きって何でしょう？私もどちらかというと好きがいっぱいある好きいっぱいありますね。好きいっぱいあるんですよ、推しがいっぱいいるので好きがたくさんあって困っちゃうぐらいなんですけど、でもそういった意味で言うと、下着はついついなんかこう安心感を求めてしまうというか、あんまりチャレンジをしてこなかったので、そうですね、なんかこうあっと驚くような色だったりデザインのもの、うん、今まで身につけたことがなかったようなものもチャレンジしてみたいなってすごく思いました。また自分の好きな幅が広がって、そうですね、それがね、いろいろ仕事とか人間関係とかね、いろんなところにも影響してくるんじゃないかなと思います。今あんまりこう人と会わないような生活が続いていると思うんですけど、うん、そういった時におすすめなものってありますか？そうですね、そういった時にはぜひですね、自分へのご褒美下着を買っていただきたいんですけれども、はい、それは普段自分がこう買うようなものよりもちょっと例えばお値段が高いとか、ちょっと素材がいいとか、ちょっとだけプラスアルファのものでもいいんですけれども、それを身につけることで、あ、なんか自分へのご褒美、自分っていつも頑張ってるなって、自分をこう褒めてあげれるような、うん、そういったものを選ぶとやっぱりですね、より豊かなこう気持ちになって、おうち時間が楽しくなるんじゃないかなと思います。例えば私で言うと、まあ、寝巻きね、いろいろありますけれども、はい、ちょっとこう普段手が届かないようないい肌触りのいいパジャマを着ただけで睡眠ぐっすり寝てくれて、うん、楽しくなるとか、まあ、例えばそんな話ですよね。なるほど、確かに今こうどこかにお出かけしたりとか、うん、あとまあ飲み会の機会がなかったりとかで、うん、その分のお金を下着に回すみたいなっていうのもいいですよね。なんか例えば3着いろんなものを買うというよりも、2着とか1着でいいからちょっとこういいものにチャレンジしてみるとすると、よりおうち時間も楽しくなるんじゃないかな。この動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。